Hey guys, Draco Leo here, back with another vid. So I'm going to start with chapter 30. It's going to be a one video format from now onwards because it's a bit easier for me to process, and I guess if you put it in one way, I'm trying to be as fast, and to be fair, so my level should be sufficient to be able to fight this. So thank you guys so much for watching, just enjoy the show. エルステ帝国め、よくも我々をたばかってくれたな。あのジョーちゃん、ちっちゃい割に怒ると怖いんだな。人を見かけで判断するのは良くないですよ。ああ見えてモニカさんは第四気空艇団最大の実力者なんです。黒騎士の捕獲だってモニカさんがいなかったら一体どうなっていたことか。ジョーちゃん、見かけによらずすっげえ強いんだな。大したことはない。しかしそのジョーちゃんと呼ぶのはやめてくれないか。私はもうお嬢さんというような年ではないのだからな。え、それじゃあモニカさんは何歳なんですか？女性に年を尋ねるのは無礼だと習わなかったか。さあ無駄話はここまでだ。黒騎士が捕らえられているのはこの先だ。急ぐぞ。貴様ら、揃いも揃って何の用だ？アポロ。気安く私の名前を呼ぶな。貴様にその資格があると思っているのか。これは一体どういう。ん？ああ、俺たちも理由は教えられてねえんだわ。どうもオイゲンのやつは黒騎士と因縁があるらしくてな。何か過去にあったのかもしれませんが、親子だというのにこの態度は。ん？な、親子？え？黒騎士、本名アポロニア・バールはオイゲンさんの実の娘ですが。アウギステでのオイゲンの反応はそういうことだったのかな。抱えていたものが明かされて少しはスッキリしたんじゃないかしら。オイゲン、なんで今まで黙って。そうだぜ、水くせえじゃねえかよ。そりゃおめえ見えるわけねえじゃねえか。所詮その男はそういう男なの。いざとなればどんなものも裏切る。私の母を裏切ったようにな。待て、それは。すまない、積もる話もあるようだが、事態は想像以上に逼迫しているようだ。うん、足音からすると5、6人、兵がこちらへ向かっておる。ここに留まっていては追い詰められるのも時間の問題だ。背に腹は変えられん。黒騎士を連れてこの場を離れるぞ。手を貸してくれ。くらい。いけいけ。Shit!
貴様を舐めるなよ。覚悟はできてんだろうな。バニッシュピアーズ、よっしゃ。くらい、それ、やっちゃうよ。せいけいけいけ、任せ、行け行け行け、ざっとこんなところかな。To unlock class, you need a class point, so I'm just unlocking it.滑稽なものだな。自分たちの城とも呼べる場所で逃げ回らねばならんと。うるさい。一つ提案をしようか。拘束されている私はこの状況ではただのお荷物だ。だから置いていけというのか。できません、そんなこと。だって帝国の人たちが黒騎士さんを探してるのに。そうか、ルリア、君はそう言ってくれるか。妙に懐かしい心地だ。え？しかし秩序の気空団の方々はどうかな。私の罪状を知っているだろう。あれならば秩序の気空団の上層部も私を処刑せよと命じるだろう。幸いエレステ帝国もそう望んでいるようだ。ここで私を置いていけば手間が省けるんじゃないか。安い挑発だな、ミカさん。我々が司るのは秩序だ。我々はただの気空団ではない。
秩序の気空団なのだ。だからこそ結果が同じだとしても絶対に帝国にお前を殺させるわけにはいかない。命を懸けてお前を守る、そして裁きを受けさせる、それが青の騎士が掲げた我々の理念だ。それが揺らぐことなどありえんよ。さすがにこの程度ではお前は動揺ませんか。無駄口を叩く暇があるのなら少しでもお荷物にならんよう動け。さあ兵たちが来るぞ、構えるんだ。兵はあらかた巻いたようじゃな。ああ、こちらにも姿はない。油断はできないかな。それでは簡単にですが状況を整理させていただきます。先日私たち秩序の気空団にエルステ帝国からの要請があり、私たちはエルステ帝国最高顧問であった黒騎士、本名アポロニアを捕獲いたしました。エルステ帝国側からの要請にあった罪状は大きく分けて3つ。まずエルステ帝国そのものの乗っ取り、独裁による苛烈な他党への侵略、そして危険な実験を伴う魔性の作成。最後にその魔性を粉状にした魔物をおびき寄せる粉末、これを秘密裏に流通させ市政の治安を著しく悪化させたこと、この3つだったな。エルステ帝国からのこれらの訴えに対し異論はあるか。さあどうだろうな。黒騎士さん、これはもう認めたってことでいいんじゃないの。いや待つんじゃよ、そう決めるのはまだ早い。師匠、でもこいつはバルツを認めてはいるさ。私の敗北をね。あの女の方が一枚上手だった、それは確かに認める。だが諦めるつもりはない。私は必ず彼女オルキスを見つけたぞ黒騎士。あらあら、こんな状況じゃ落ち着いて話もできないわね。大事な話をしてるんだから、空気の読めない悪い子は私がお仕置きしてあげるわ。ですか。
よっと。おしまいにそれ。覚悟はいい。炎の叫び、歌います。任せてください。いつでも行けます。手加減できなくてすみませんでしたね。Switching a class, please, please give me a moment. このままじゃ拉致が開かない。どうにも旗色が悪いな。一度状況を立て直す必要がありそうだ。リーシャ、ここは彼らに任せて、我々は菊牛たちへの指示に当たるぞ。でも黒騎士は。彼らは強い。それに黒騎士を帝国に渡すようなこともしないだろう。どうかしらね。さあ、我々は行くぞ、リーシャ。はい。それでは改めて聞くぞ、黒騎士アポロニアよ。今さら何が知りたい。全ては奴らが言った通りだ。嘘じゃな。何？先ほどの悪事、お主は半分も関わっておらんのじゃろ。どういうこと、師匠。だってこいつが全ての黒幕なんじゃ。おっと、その前にまた少し相手をしてやらねばならんようじゃな。まずは安全な場所を確保して、話はそれからじゃな。俺行くぞ。それで、なんだってあんたは黒騎士が関わってないなんて。まさかとは思うが、アポロのやつをかばってやってるってわけじゃねえよな。わしはそこまでお人よしではない。特にバルツを脅かす者には一切の容赦をしないつもりじゃ。だったら。バルツを脅かす者には。黒騎士よ、お主はわしが何を言おうとしているかわかるな。いよいよ、よく聞きなさい。わしはバルツを混乱に陥れたのは黒騎士ではないと睨んでいるのじゃ。そりゃ実際あのデカブツを作ったのはあんた自身だけどよ。でもあんたは黒騎士に操られて。そうではない。わしを狂わせたのはおそらく黒騎士ではないのじゃ。そ
そんなわけないじゃない。だってあの時黒騎士が。しかし動揺している余裕もないようだな。また兵たちが近づいてきている。迎え撃つぞ。様を舐めるなよ。くらえ、よっしゃ。あの時コロッサスを作っておった時、わしは誰かに操られておった。霞がかかったような記憶じゃがな、それでもしっかりと覚えておる。わしは確かにそこのルリアちゃんと、そして黒騎士の連れておった少女を何としても手に入れようとしていた。それも黒騎士ではない誰かの命令でな。それが誰かは思い出せんのだが。つまりあなたはその誰かが真の黒幕だってそう言いたいわけね。しかしそうするとその誰かというのは一体誰なんだ。それはわしにもわからん。しかし一つ確かなことがある。その誰かは黒騎士と対立しており、黒騎士から
あの少女を奪おうとしているということじゃ。思い返してみればいくつも気になることがあるんだ。例えば黒岸はこう言っていたが、太后がルリアを狙っているだと。そうだ、私が謁見した時太后閣下はすでに何かに取り憑かれているようだ。あなたが太后に謁見したとき、すでに太后は誰かに操られていたんじゃないのか。そういや、あのとき黒岸は俺たちに警告しに来たんだよな。太后がルリアとオルキスちゃんを狙ってるって。自分で太后を操って狙わせてんなら、それを警告しに来るってのも妙な話だよな。どうじゃ、お主が語らずとも彼らはもう気づき始めておるぞ。アポロ、真実に近づこうとも力なき者は飲まれるだけだ。貴様らはどうだ、真実に挑むというのなら私の前に力を示してみせろ。僕を煩わせないでくださいよ。やっ、それ。椅子の方に送ります。いつでも行けます。やっ、よっと。やっ、それ。覚えません。なべてのものはいずれ天の原へと帰り行きます。
技はバフォミュート。やりました。みんなのお役に立てたでしょうか。次々出てきてキリがないわね。さっきの秩序の気空団の子たちはちゃんとやってるのかしら。こんだけ目の前で戦えばオイラたちの実力は十分分かったんじゃねえか。うん、確かにね。ならば聞こう。最後の問いだ。貴様に真実と向き合う覚悟はあるか。そうか、貴様はつくづく期待を裏切らないやつだな。黒騎士さん、教えてください。あなたが何と戦っていたのか。そして私とオルキスちゃんが何者なのか。ルリア、お前がそう望むのなら教えよう。しかし望んだ答えがあると思うな。真実は常に最も最悪な想像をも絶望させる。この者たちはもはやそんな脅しには屈さぬよ。見くびるなということか。ならば貴様らを覚悟ある実力者と見込んで頼みがある。頼みだと。ああ、これは今この場にいる貴様らにしか頼めない。私をこの場から、このアマルティア島から脱獄させてほしい。That's an interesting story. So that's the end of chapter 31. So I'm just gonna end chapter 30. Sorry, that's the end. 31's coming up soon. So I'm gonna stop here. Thank you guys so much for watching. Do subscribe to the channel. I'll see you soon. Bye.